バイオレさん。風が止まった。何？この大気を満たす怒り、それとも訓練も終わったし、死ぬほど食べるのだ。おーい、おばちゃん、牛丼ギガ盛りなのだ。あれ、誰もいないのだ。なんだろう、この感じ、胸騒ぎがする。何かが始まりつつあるわね。やばい感じがビリビリ。島の人たちがみんな動かなくなっちゃったの。サービスに従事しているロボットの。これじゃご飯が食べられない。食事なんか気にしてる場合か。ももちゃん、怪我は？もういいの？ああ、十分休ませてもらった。怪我する前より調子がいい。よかった。で、何が起きている？説明して。なんだか突然お店にいたロボットの人たちが動かなくなっちゃって。理事長の差し金かしら。正面から戦っても凛花を止められそうにないから、兵糧攻めにするつもりとか。半分当たりで半分外れだね。え、ロボットを停止したのは理事長ちゃんだ。というよりも、全てのロボットを管理していた理事長ちゃんがコントロールを手放した。なぜだ。残る指針はぐんだりちゃんだけだ。本気にならざるを得ないだろ。答えになっていない。ぐんだり先生が本気になるのは。だが、なぜそのために理事長が。いい、よく理事長ちゃんの正体はぐんだりちゃんなんだ。え、理事長先生がぐんだり先生、どういうことなの。理事長なんて人物はモニタの中にしか存在しなかったってこと。ビクニを管理し統制していたのはぐんだりちゃんさ。なるほど。どこを探しても理事長を見つけられなかったはずだわ。残った指針はぐんだりちゃん一体。彼女はついにバルキリーたちを守るための直接行動に踏み切った。それはこの島にいるバルキリーたちを自分の体に封印し始めたんだ。ご規制はもちろん、リンカちゃんたちが他の指針から助け出した卒業生たち。そんな、せっかく助け出し、ロボットが活動を停止したのはぐんだりちゃんがそっちに能力を注ぎ始めたせいさ。ぐんだりちゃんはあくまでも自分の信念に従って行動するつもりだ。そんな、私たちはどうすればいい。落ち着け、リンカ。私たちのやるべきことは変わらない。ぐんだり先生が自分の信念に基づいて行動するように、私たちも同じことをするだけだ。ぐんだり先生を倒してビクニを解放する。そうだ、お前はお前の信念を。うん、分かったよ、ももちゃん。私、ぐんだり先生と戦う。あくまで自分の信じる道を突き。あの頃のぐんだりちゃんも同じだったよね。後世のバルキリーたち全員からそしりを受けようとも、今生き残るために全ての罪を一人で被る。えっちゃんはぐんだりちゃんのその覚悟に準じようと思った。でもね、島から出たいっていうのがただの私の自分の時を止めたまま先生たちの体内で眠り続ければ。でもそんな生き方は嫌ね。先生たちにだけ運命の重荷を背負わせるのは間違ってる。他に方法があるはず。私たちがこの時代に生まれてこの島で出会う、きっと意味があるはずだ。何かできるはずだ。戦わずに負けを認めるわけにはいかないものね。食べたい時に食べる、それが人の正しい姿。えっちゃんはちょっとだけリンカちゃんたちに可能性を。ぐんだりちゃんだけが苦しみを背負わなくていいやり方があるんじゃないか。えっちゃん安心して、私は、ううん、私たちは必ず先生に勝ってみせる。魂を込めた刃を交わせばきっとぐんだり先生も分かってくれるって信じ。ありがとう、リンカちゃん。さて、あまり時間は残されていないわね。この一手が重要だわ。あくまでぐんだり先生と戦うつもりなんですね。月影さん、どうしたんですか。そんなに慌て、この状況でどうして。ぐんだり先生は
私たちを体内に封印するつもりです。私たちご規制も。どうしてですか？なぜ5体目の神のリーダーになるはずの私まで。5体目はない。それでは話が違います。それなら私は何のために筆頭になったと。そう言ってさえおけば、あなたが喜んでお尻を振って言うことを聞いたからでしょ。ヴァイオラ探したわ。こんなところに逃げ込んでいたのね。今さら何をしに戻ってきたの。選択肢を提示しに来た。選択肢。最初の選択肢で私たちは理事長派と林家派に分かれたわ。そして今こそ新たな選択を、すなわちこのままグンダリ先生に取り込まれるか、それとも林家と共にグンダリ。バカバカしい。のこのこ戻ってきて何を言い出す。グンダリ先生を倒すですって。できるかできないかはやってみないとわからないし、できなければ何度でも。林家はそう言っていたけど、間違っているかしら。間違っていないと思います。林家さんは正しかった。あなたもグンダリ先生を倒してこの島を帰る。いいえ、私は三つ目の選択肢聞かせて。私は理事長の意思を受け継ぎ、この島の新たな司政官になる。理事長自身から直接出し、私たちがグンダリ先生に戦いを挑んで負けた日ね。ええ、理事長をはじめ指針自身が VR ウイルスの保有者なんです。永遠にこの島を守り続けることは。そこで彼女は自分の意思を、次の理事長ビクニの司政官になってこの島を守ってほしいと。待ってください。じゃあ私は。マナさんには当初の予定通り、マナさんは5体目の神キリンとなって、他の指針とともにこの島の守り神になってもらい、私は理事長の意思を受け継ぎ、司政官としてあなたたちを管理し、この島を守るつもりだったんです。そんな。それではあなたの操り人。だからあっさりと筆頭の座を稲川に譲ったわけか。マナさんの望みは全て叶います。何かも。ヴァイオラさん、あの時は辛い思いをさせても、あの場はああするしかなかった。理事長の信頼を得続けるためにはああするしか。小春、私はただ理事長の意思を受け継ぐつもりはありません。どうするつもりだったの。 V ウイルスに感染した人たちのためにこの島を本当の楽園にしたいんです。そのために詩人の力を使って島の外の人たちと交渉をするつもりです。例えば A 機関の脅威にさらされることなく、私たちの意思で自由に島外を行き来できるようにします。え、それって林家が考えていることと。結果的にはそうかもしれませんが、大事なのはプロセスです。林家さんのやり方ではいたずらに自分や仲間たちの身を、私はもっと安全で確実な方。もちろん今すぐには無理でしょう。それに私一人の力では実現不可能です。ヴァイオラさん、もう一度私を信じて。小春、言ったでしょ、私はあなたのパートナーだって。あなたの身は私が守る。ありがとうございます。マナさんは。けないで。マナさん、ふざけないで。私が協力なんてするわ。私はご規制の筆頭です。その私が裏切り者に協力なんて、あなたの天使になるなんて、そんなの。ランカさん、あなたもそうです。私たち騙されていたんです。理事長先生にも。私はお姉ちゃんと一緒に。なら私と組みなさい。あなたの思い。マナさん、私は許しません。私を利用。あなたも理事長先生も絶対に許さないならどうするっていうの。あんたが。私は5期生筆頭です。私は誰。月影小春、あなたを倒して改めて私の価値を。いいでしょう。お相手協力しなさい。神楽坂。お姉ちゃんを止めるの。ええ、
この連中を倒した後で私がリンカさんよりも強いことを。じゃあいいよ、手伝って。約束忘れないでよ。やるしかないようですね。バイオラさん、お願いします。望むところよ。こちらです。見えてます。こちらです。こちらです。見えてます。こちらです。すれすれはっだはっ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 消えます。はっやりますか。見えてこちらです。こちらで見えてます。勝者やってやす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 やこちらです。こちらです。見えてます。こちらです。見えてます。こちらです。こちらです。見えてます。こちらです。見えてます。休憩終わり。見えてます。こちらです。ここよ。こちらです。こちらです。見えてます。こちらです。こちらです。見えてます。こちらです。見えてます。こちらです。それはやり抜きました。えい、これはどう。見えてます。どうでもいい。いるのかもしれません。こちらです。見えてます。はっ、こちらです。見えてます。見えてます。こちらです。見えてます。ここよ。こちらです。見えてます。甘い。見えてます。食らいなさい。はっ、こちらです。はっ、見えてます。こちらです。見えてます。はっ、見えてます。そろがお似合いです。仕留めました。はっ、すれそろ見抜きます。はっ、こちらです。読めました。光が光よ。はっ、せっここよ。ふっ、てっくらいなさい。こちらです。見えてます。はっ、こちらです。見えてます。こちらです。はっ、見えてます。さあ、ふっ、光よ。見えてます。こちらです。甘い。読めます。見えてます。こちらです。えいくらいなさい。はっ、見えてます。見えてます。はっ、こちらです。見えてます。どうでもいい。みんなには内緒です。はっ、こちらです。見えてます。はっ、こちらです。見えてます。こちらです。はっ、こちらです。見えてます。こちらです。見えてます。受けてみなさい。にぎみたま。見えてます。見えてます。こちらです。見えてます。見えてます。こちらです。見えてます。
こちらです。はっ、こちらです。はっ、こちらです。見えてます。はっ、出た。続きます。ふっ、出た。しかも引き抜きます。空が鬼へ。見えた。行きます。休憩終わりね。見えてます。こちらです。見えてます。はっ、見えてます。こちらです。はっ、見えてます。はっ、で。せや。まだまだ未熟でした。成長を着実に感じます。そんな、私は五期生筆頭なんです。五体目の神になるはずなのに、その私。これでわかったかしら。あんたなんか小春や凛花の足元にも及ばないってことが。散々偉そうなことを言っておちょ、泣くの？あの、マナ、何も泣くことないでしょ？もういいんです。誰もあなたの力を手に入れて、周囲の人、それは、他人のための価値を、自分に見出したいという気持ちの、私には、マナさんの気持ちが、私も、島の外にいた時は、同じでした。だって、困った。いつまでもメソメソしてても、何も変わらないよ、マナちゃん。リンカ。バイオラちゃんに待機してろって言われたんだけど、心配になって追いか。マナのあの様子じゃ、リンカがいたら、まとまる話も。攻撃的な思考は、
VR ウイルスが精神に及ぼす典型である程度は仕方がないことだ。私でも戦闘的な衝動を抑えるのに苦労することがある。 VR ウイルスの作用、マナちゃんはただ不安だったんだよね。そうなのかもしれん。不安を埋めるために力を求めて、その力を失うことを恐れて、また力を求める。マナちゃんだけが強くならなくてもいいんだよ。辛いことも楽しいことも仲間のみんなで分け合おうよ。仲間、仲間だって意見くらい食い違う時もあるだろう。その度に相手を殺していたんじゃ、あっという間に世界の人口は半減だ。そうならないために仲直りという方法が。どうした、どこか行った？なんて、私はあなたにひどいこと。さっき言っただろう、私たちは仲間だからだ。友達を助けるのに理由はいらん。桃さん、その、それと、ありがとう。あ、そういえば私の、え、でも私、桃さんに、私がこの島に来た当初、私の面倒を何かと。それはだって当たり前。そうかもしれないな。だが私はお前の優しさに感謝しているんだ。ありがとう、皆川。桃さん、私、やれやれ。バルキリードライブ、いつでも行けるよ。でもみんな無事でよかったよ。リンカさん、他の5期生の子たち、それがここに来る途中探して、みんな鳥の先生に食べられちゃった。まさか私たち以外全員。まだ何人かは残っているかもしれないが、それも時間の問題。どうやら理事長は本気で私たちを封印するつもり。でもそうしたら小春が次の司政官になるという。保留、もしくは次の6期生の子に託すつもりになったのかもしれない。そんな、それじゃあいずれにしろ私たちは封印される。そんなことはさせない。リンカ、いくら理事長先生でも勝手に私たちの時間を奪ったりしていいはず。まして、このようなやり方。私が何とかする。何とかって、グンダリ先生と戦って勝つよ。そうしたらみんなで島から出られるようになる。島を出てみんなで楽しく暮らせる方法を探そうよ。そんな能天気な考えで本気で勝てると思ってる？みんなで力を合わせれば大丈夫。あんたね。ねえランカちゃん、ランカちゃんもそう。お姉ちゃん、私は。ランカちゃん、島を出てお姉ちゃんが危険な目に遭うくらいならグンダリ先生に。ランカちゃん、本気で。本気に決まってるでしょ。私はランカちゃんの分からずや。お姉ちゃんこそ。結局また振り出しに戻るわけね。
もどっちも頑固者なのだ。だからってこのままボヤボヤしていたら私たちもグンダリ先生に取り込まれてしまうわよ。お姉ちゃんがどうしてもグンダリ先生、私がここで。ランカちゃん、どうしてそんなこと。ランカさんの言う通りですね。ヴァルキリーらしく決着をつけましょう。私はランカさんと組みます。現時点で無条件で島を解放する。分かったよ。刃を交わせばきっと私ならば、リンカとは私が組む。私はリンカの掲げる希望。お姉ちゃんとは一度戦って私が負けるわけがない。今度も勝ってお姉ちゃんに言うことを聞いてもらう。行くよお姉ちゃん。お姉ちゃんが間違ってるってことを教えてあげる。完了。気合十分ですね。当然グイグイっと行くよ。
ちょろい。はいっと。いっせーの、飛べ。いかん。ぶいっせー。あっとめ。まだ超えろ。マッチ。いやー。それは。おしまいね。はいっと。いやー。とっておき。ちょろい。よくない。ぶつかり、ぶつかり、燃えろ。吹き飛ぶ。いけれど。もういいですから。はい。やあ。はっ。ふ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 っ。これでどうだ。
しょ。はっ、決め、よーし、グリーン、嘘だろ、こんなの。ウサギさん、かわいいでしょ。ちょろえな、いっけー、ぶっ飛べ、いっけー、効かないぜ。はよっ、ぶっ飛べ、逃がすか、ぶっ飛べ、あっぶー、吹き飛べ、とっておき、いっけー、あっぱー、よくないか、もう逃がすから、いっけー、ぶっ飛べ、いっけー、たまれ、あはははは、これでどう、てん、いっよ、ほい、ほい、な、よ、かないぜ、よし、ね、せいし、ね、これは痛い、あっぱー、邪魔だ、あっぱー、いっかいっかいっか、
ブーカンブーカン50コンボ突破ちょろいドライブキスはいっこれは甘く見ないで。ちょろい。ドライブ。好きならこれよ。避けれるか。そげる。引かないぜ。せーの。ブーカー。
私が間違ってた。島から出ようとは思いませんって言ってよ。まだ私は負けてないもの。あれ？ごめんなさい、ランカちゃんって。そういえば許してあげ。間違ってるのはランカちゃんの方だよ。私に勝てないくせに、私より弱いくせに、どうして認めないの？もう刀を持ち上げる力もないくせに。まだだよ。この分からずや。もう倒れてよ。私の勝ちだって言ってるでしょ。お姉ちゃん死んじゃうよ。倒れるわけにはいかないよ。私はランカちゃんの。なんでこうなるの？もう嫌だよ。私はお姉ちゃんを守りたいだけ。お姉ちゃんを助けたかったのに、どうして私の拳でお姉ちゃんが。ランカさん、こんなの私は望んでいない。こんなの、ごめん、おね。ランカちゃん、いつまでも、めそめそしないの。言ったでしょ。泣いてばかりいても、何も変わらないんだよ。何かを変えたいなら、誰かに気持ちを伝えたいなら、おね。さあ、もう一戦。もちろん。バルキリー、リンカさん、もう勝負まだついてない。いや、私が負けてないなら、ランカちゃんに、そうか。まさかのダダッコですか。さあ、やろう。と言っても、今の勝負も、おね。リンちゃんを、金剛石？ダイヤモンド。リンちゃんの心は、金剛石で、いくら体が傷ついても、心は絶対に傷つかないのだ。それがリンちゃんの強さの秘密だと思う。ほら、どうしたの、ランカちゃん。かかってこないなら、お姉ちゃんから言っちゃうよ。よし、行くよ、ももちゃん。降参する。え？私の負け。お姉ちゃん、ランカちゃん。ずるいよ、お姉ちゃん。勝つまでやるなんて。そんなの絶対に勝てっこないじゃん。お姉ちゃんは昔からそう。そういえばそうだったね。ごめんね、ランカちゃん。なんだ。つまりこれ、ランカが降参したんだ。当然。じゃあランカさんは。そういうことになる。小春、あなたはどうするの？あなたもリン納得がいかないのなら、月影も。だが多分、いや、絶対にリンカを。勝つまでやるからですか。そんなゾンビみたいな相手とは、私だって戦いたくありません。じゃあいいでしょう。私もリンカさんに。いいの？いずれにしろ、もしグンダリ先生がリンカさんに負けるようなら、私の計画を実現するには、たとえ一体でも指針の。ここは素直に見守りましょう。島の命運をかけた、リンカさんと軍団。そうで、そうするしかない。このビクニと、私たちバルキリーの、命運をかけた戦い。私たちは、最後まで見守ろう。リンちゃんが勝ったら、みんなで島の外へ。そういうわけです。越後屋さん。決めたんだね、グンダリちゃん。ええ。彼女たちが、グンダリ先生と戦います。リンカちゃんとランカちゃんか。そうなるの。あの二人が私たち5期生の代表です。もしあの子たちが負ければ、ここにいる私たち全員グンダリ先生に従います。それでいいんだね。後でな。リンカさんなら大丈夫です。何しろ金剛石でできて。ほう、金剛石と
島の先端にあるグンダリちゃんはそこで待って。わかった、行こう。うん、ありがとうエッちゃん。うん、またねグンダリちゃんを。よろしく。ちょっと肌寒いね。雪が滑って転んだり。分かってるってば。もう言ってる。そ、私の足を。本当にあの子たちに私たちの命運を。そう思うならバイオラさんが代わり。戦ってもいいけど多分負けるわ。グンダリ先生は拳を重ねた瞬間に理解できると思う。彼女がこれまで背負ってきたものがあの人の心の中にあるのはただひたすら深い絶望。私たちヴァルキリーに課せられた運命の残酷さ。すべてのヴァルキリーを騙し時を止めること。そうまでしても V ウイルスの治療法が見つかるとは限らないという事実。なるほど、絶望としか表現。それに立ち向かえるのは未来を変えたいという強い思いなんじゃないでしょうか。勝てると思う？わかりません。ですが私たちはこれから未だかつて見たことのない戦いを目にすることになるでしょう。未だかつて。ここがエッちゃんの言ってた場所だよ。誰もいないね。でもエッちゃんはここでお姉ちゃん上。あ、グンダリ。ついにここまで決め。約束通り先生に勝つために来ました。私に勝つですか。あなたの心の強さは。ですが死ねば全て終わりなのです。いえ、死ぬことができる。この世には死ぬよりずっと辛い煉獄もあるのです。どんなに辛いことがあっても仲間と一緒なら乗り。好きな人と一緒にいたい。仲間と共に生きたい。でも命の時間を止められてしまったらそれもできません。泣くことも笑うことも。私は今を生きたいんです。私たちの未来を取り上げる権利は誰にもない。優しい乙女よ、何も知らない。かわいそう。今さらあなたたちにお決まりの最後の。ヴァルキリーならば戦いで勝ち取りな。言われるまでもなく。最後のチャンスなんて。私たちは勝つ。いいでしょう、その覚悟に私も全力をもってこ。最初の神にして指針が一中グンダリ参ります。我が心を覆う絶望に屈しなさい。ランカちゃん、みんな私に力を貸して。やろう、お姉ちゃん。うん、ランカ。ヴァルキリードライブ、いつでも行けるよ。お姉ちゃん、確認する？ステータスを確認する？休憩終わり。忠告します、私は手加減をいたしません。あの日の決断を過ちだと受け入れるわけにはいかないので。お姉ちゃん、私の中で眠るのです。ヴァルキリーたちよ、ついてこれますか？やされなさい。
れなさい。聞かないぜ。焼かれなさい。聞かない。焼かれなさい。嘘だろ、こんなの。いかないのです。私の中で眠るのです。バルキリーたちよ、あの日の決断。お姉ちゃん、ついてこれますか。決断を過ちだと受け入れるわけにはいかないのです。私の中で眠るのです。バルキリーたちよ、10本も
嘘だろ、こんなの。